お二丼を作ります。取ってきたバフンウニが、これバフンウニですけど 50g、 それから 50g でちょっと少ないので紫ウニを 50g、 合わせて 100g にしてありますけど、バフンウニは生で食べるとちょっと苦みがありますので、煮て食べると美味しく食べれます。で、これをお鍋に入れて今から炊きます。バフンウニをお鍋に入れました。バフンウニと紫ウニを入れました。で、その中にお酒を大さじ1杯入れます。大さじ1杯と、甘辛く煮た方が美味しいので、大さじ1杯のお砂糖を入れてまず火をつけます。これに、大さじ2分の1のお醤油を入れます。火が通ったら完成です。